皆さんどうもこんにちは、ヒカゲームです。本日もウィラープレイ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、毎週恒例週間 FP 予想をやっていきたいなと思っております。先週のですね FP 予想若干荒れてしまって申し訳なかったです。はい、今週はですねちょっと何も言われないように月曜日に動画出せてるんじゃないかなと思っております。まあチャレンジなので来週以降どうするか分かんないですけど、よかったらコメントとかで感想書いていただきたいなと思っております。ということで本日は12月21日月曜日の CS ガチャと12月17日木曜日の週間 FP について予想していきたいなと思っております。これあくまで僕の中での予想なんで外れる場合も十分あるんですけど、まあただそれも含めてワクワクしながら木曜日待とうぜっていうのがこの動画企画ですね。はい、ということでまずは先週の CS 予想の復習からやっていきたいなと思うんですけど、はい、このコーナーカットしたいぐらいなんですよね。うん、自信なかった先週の予想なんですけど、はい、しっかりと外しました。いやーこれね、待ってみんなちょっと言いたい、あれ予想するの相当難しいよ。まさかの12月30日のセビージャビジャレアルのマッチングから来るっていうのと、あとはですねバルセロナアイコリックの盛り上げとしてバルセロナ CS が来るということで、おそらくこれ予想できた人一人もいなかったんじゃないかなと思っております。もう完全にコナミさんに完敗でしたね。ただバイエルアイコリック比較の時に話しましたけど、今週のバルセロナアイコリック予想はしっかり当たりましたので、はい、今週木曜日からバルセロナアイコリックこれが来ますので、はい、ここもぜひ頭の中に入れておいてください。ということで12月21日月曜日の CS ガチャについて予想していくんですけど、ちょっと予想するの怖くなっちゃった自分がいるんだよね。まあでもね、しっかりと今週もさばいていきたいなと思います。でまずはプレミアリーグからこの2マッチですね。レスターマンチェスターユナイテッド、アーセナルチェルシーということで、割とこれどっちもあるんじゃないかなと思っております。まあこの後話すんですけど、プレミアリーグの CS ねちょっと長い期間来ていないのでそろそろ来るんじゃないかなと思います。であとはですねセリアからこの2つですね、ユベントスフィオレンティーナ、ミラン・ラツィオということで、結構シンプルなんですけどこの4つぐらいがまあ候補になってくるんじゃないかなと思っております。でその上で本命で言うと、もうねミラン・ラツィオこれでしょって僕は思ってて、なんでかっていうと先日ですねちょうどラツィオがパートナークラブになったことが判明されたんですよね。はい、もうこれ匂わせでしょって思ってて、そろそろ CS ガチャ来ますよっていう告知だと思ってるんで、そういった意味を含めてミラン・ラツィオが大本命になってくるんじゃないかなと思います。もうペペレイナしか僕は見えてないですね。はい、で対抗で言うとアーセナル・チェルシー、まあさっき言ったようにプレミアがだいぶ長い間来てないのと、まあ半分期待も込めてこのマッチングで、最後大穴がレスターとマンチェスター・ユナイテッド、まあこんな感じなのかなと思っております。あとはですね今週のバルセロナみたいにアイコニックガチャに連動して CS が来る可能性っていうのもあるんですけど、まあここに関してはちょっと読めない部分なので、まあ予想とかは特にせずに来たらラッキーぐらいの感じで思っていくといいんじゃないかなと思います。ということで本命対抗大穴今週はこれでいかせていただきたいなと思っております。で次にですね週刊 FP 先週の復習からなんですけど、いやー結構上振れしたのと2択で迷った選手がことごとく外れたんですよね。ケインとソフンミン、あとはトマレマルとデブライネ、この辺り迷ってたんですけど、はい、これ両方とも違う方が来るっていうね、コナミさんに僕完全に切られてるんじゃないかなと思ってるんですけど、結局当たったのはアズムン、ポグバ、ハキミ、クアドラードかな。まあ4名正解ということで、まあまあまあ最低限は当たりましたので、はい、今週もしっかりやっていきたいなと思います。ということで今週もフォワードからいきましょう。はい、まずはフォワードこんなラインナップですね。はい、一番上ベルギーリーグからハットトリックのトマ・アンリ選手ですね。まあ Google の表記だとトーマス・アンリーとかなってますけど、まあ悩んだんですけどハットトリックだし、まあ金玉 CF 枠として搭載来るんじゃないかなと思っております。で2人目がですねレオン・ベイリー選手ですね。まあ先日のレバークーゼン CS には来なかったんですけど、まあ爆速ウィンガーということでホッフェンハイム相手にですね、まあ2ゴール MOM の活躍だったので、まああるんじゃないかなと思っております。でピックアップ3人目がですねイルビン・ロサーノ選手ですね。いやーロサーノは結構期待していて、なんでかっていうと後半からの途中出場で1ゴール1アシストの逆転を演出したんですよね。まあペターニャへのアシストとかもう完全にピンポイントクロスって感じでしたけど、はい、能力こんな感じで、まあスペシュンドリブルが高いのとウイングにしてはですねパスや得点能力もしっかり高いので、いやこれ習慣の能力強化とあとはスキル追加枠結構余ってるんで、ここにピンポイントクロスとかスーパーサブなんか追加されちゃったらちょっと妄想止まんなくてニヤニヤしちゃうので、いやロサーノの FP は来てくれたら結構注目になるんじゃないかなと思っております。であとはですね、まあフォワードちょっと渋めの予想なんですけど、まあ期待枠からメッシー、あとはバーディ、ジュバ、この辺りが1人でも来てくれればまた注目度変わってくるんじゃないかなって感じですかね。まあただこの3人に関しても絶対来るレベルではないかなと思ったので、はい、今回は期待枠に置かせていただきました。はい、ということで次ミッドフィルダー行きましょう。はい、次はですねミッドフィルダーちょっと選べなくて5人になっちゃったんですけど、まあ偏りある週もあるし5人搭載っていうのも前例はありますので、今週はこんな感じの予想にしていきたいなと思います。でピックアップ上から読んでいくと、まずはペレグリーニですね。はい、ローマ CS では割と常連って感じですけど、まあボローニャに5対1で完勝する中で、まあジェコやムヒタリアンも得点してたんですけど、今回はですね MOM を獲得したのでペレグリーニにさせていただきました。はい、てかさムヒタリア
はまたライブアップデート A とかになるのかな。ムヒタリアンの今シーズンの安定感半端ないですね。であとはですね、レスターからマディソン選手ですね。まあビッグシックスがなかなか勝ち点3奪えない中、ブライトンに完勝ということで、あのさ、マディソンの2点目マジでみんな見て、ハイライトでいいと思うんですけど、いやマジで綺麗だった。いやマジで声出ちゃったもん、うまって言っちゃいましたけど、本当にそのぐらいビューティフルなゴールだったし、まあ評価点も十分で MOM なので、こちらも来る可能性結構あるんじゃないかなと思います。で3人目見てください、バレッラです。私激推しなんですけど、インテルで1ゴール1アシストということで、まあ MOM 自体はルカクなんですけど、まあミッドフィルダーでの活躍っていうのを考慮すると十分あるんじゃないかなと思っております。まあバレッラの能力に関しては何度も見せてますけど、まあスーパーサブでボックス2ボックスっていうね、圧倒的な希少性に加えてこの安定した能力値ということで、まあスキルもめちゃめちゃいいですし、習慣で来るなら超理想なんですよね。マジで来てほしいし、来たらちょっとガチで当てに行くためにジョーラでガチャ引いてみようかなと思ってますね。はい、であとはまあコープマイナース選手に、あとね、そうね、レアルマドリードからカズミーロね。いやマッチデイの試合から FP 来る理論で言うと、やっぱりマドリードダービーから一人は来るんじゃないかなと思うんですけど、そうなるとクロースかカズミーロの2択だと思うんですよね。ここはもうねコラミさんのさじ加減だと思いますし、どっち来ても嬉しいんですけど、個人的にはカズミーロ推しかな。まあゴールも決めてますし、僕は今回ですねカズミーロ推しで行っていきたいなと思います。いや全然ね、あの前回当てられなかったから欲しいとかそんなことはないんですけど、はい、来たら絶対引きたいなとは思ってますね。はい、で期待枠で言うとカマビンガなんかもいますので、いやカマビンガマジで強いんだよな。通常でも優秀だし、前作もね FP 来てかなり注目されてましたので、カマビンガあたりが来るとまたぐっと注目度高まるんじゃないかなと思っております。はい、ということでディフェンダー行きましょう。はい、今週はですねディフェンダーちょっとミッドフィルダーが多い分ディフェンダーを少なめにしてるので、若干ちょっと見応えの薄い予想になるんですけど、ピックアップがですねセルティックからダフィー選手とサウサンプトンからベスターゴア選手ですね。でピックアップの2人以外でも、ウエスカのガランだったりとかアタランタのジムシティ、この辺りは割と可能性あるんじゃないかなと思ってますので、まあこの4人の中から3人とか2人とかそんな感じになるのかなと思っております。まあ個人的にはベスターゴアは来てくれたらかなり嬉しいですね。まあフースコの MOM は取れてなかったんですけど、まあクラブ公式の MOM だったりとか、まあ実際ディフェンダーとして評価点 8.1 って相当高めにつけられてるので、はい、このあたり評価すると十分可能性あるんじゃないかなと思っております。はい、ということで最後ゴールキーパーいきましょう。はい、最後ゴールキーパーはですね結構プレミア勢が多めなんですけど、はい、ピックアップはですねアストンビラからエミリアノ・マルティネス選手にさせていただきました。まあトッテナム相手にね西武連発のグアイタだったりとか、あとはバーンリー、まあ VS アーセナルちょうど今朝やってましたけど、無失点に抑えたポープだったりとか、まあここもあるんですけど、ただ今回は7セーブでウルブズの勝利に貢献したエミリアのマルティネス、この選手なのかなと思っております。で能力ちょっと調べたんですけど、いやこれあるよ、いやマジであるなって思ってて、コンワン6でいいですし、スキルもですね低弾道にロングスロー持っていて、身長195センチ、いやこれ来ちゃうんじゃないですか。エミリアノ・マルティネスの時代来るんじゃないかと思いつつ、まあゴールキーパー系数値がですねどこまで底上げされるかっていうのが本当に重要になってくると思いますので、まあ結構楽しみだなと思ってますね。まあでもポープにしてもグアイタにしても190超えてますので、今週に関してはゴールキーパー枠結構当たりになってくるのかなと思いますし、まあゴールキーパー枠が当たりだとやっぱガチャ引きやすいと思いますので、はい、そういった意味でも結構楽しみな週になりそうですね。はい、ということで今週ですね FP 予想以上で終わっていきたいなと思います。いやー結構僕の中では特にミッドフィルダーとかが楽しみな週なので、はい、ワクワクしながら木曜日待っていきたいなと思います。ではですねまた次の動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録待ってます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。まさかの日付超えちゃいましたが、はい、楽しんでもらえたらすごく嬉しいなと思います。結構朝見てる方とかも多いかもしれないですね。はい、この後クイズの答えも書いてますので、ぜひチェックしてみてください。バイバイ。